がりです。またですか？これで3連続一抜けじゃないですか。せつなさん強すぎますよ。はい、こんなに夢中になるとは思いませんでした。そうですね、ボードゲームではありませんが TRPG とかおすすめです。何ですか TRPG って？一言では全て説明できないんですけど、簡単に言うと自分の設定したキャラクターになりきって与えられたシナリオに沿って進行するゲームです。キャラクターになりきる、それ面白そうです。ぜひ遊んでみたいです。ああ、残念ながらすぐにはできないんですよ。世界観の設定や大枠のストーリーが必要なゲームなので。まるで演劇ですね。そうですね、ただシナリオ自体は進行に必要な部分だけで、あとはプレイする人たちが遊びながら作っていく感じでしょうか。自分たちで物語を作っていくんですか。聞けば聞くほど興味深いです。実は私も TRPG にすごく興味があって、世界観を考えてみたりしているんです。よかったら私の方でもろもろ用意するので、後日皆さんで遊んでみませんか？楽しそうです。せつなさん、ぜひお願いします。これ TRPG のシナリオです。しずくさんたちに見せる前にあなたに少し見ていただきたくて。少し恥ずかしいですけど、どうぞ。ゲームの骨格ですからね、そこが適当だと全てがうまくいきませんから。いいえ、次から次へとアイディアが湧いてくるのが楽しくて大変だとは思いませんでした。ただ確かに睡眠時間は削られてしまったかもしれませんね。面白いものを作るためには本気で挑まなければいけませんから。つい筆が乗ってしまって。それでそのどうですか、遠慮はいらないので忌憚のないご意見をお願いします。これはですね、ラーテルという恐れを知らぬ動物がいるのですが、闇夜に紛れたラーテルが背後からそっと忍び寄って喉笛を引き裂くという攻撃です。これはすごくいい言葉ができたと思うんですよね。絶対に破れない暗号を作り出す職業のことです。はい。ですか。実はちょっと自分でもやりすぎたかもとは薄々感じていたんです。次はもっと読者目線を意識して書いてみますので、また添削してください。